全日空61便ハイジャック事件。全日空61便ハイジャック事件。全日空61便ハイジャック事件は、1999年、平成11年7月23日に発生した、ハイジャック事件。日本におけるハイジャックで、人質が死亡した初めての事件である。百九十九年、平成十一年七月十三日午前十一時十三分。 羽田空港発新千歳空港行きの全日本空輸61便 B747 から 400D は乗員14人乗客503人の計517人を乗せて羽田空港を離陸した。離陸直後、搭乗していた男、当時28歳以下、犯人と表記が大声を上げながら立ち上がり、客室乗務員に包丁を突きつけ、コックピットへ行くよう指示。 11時25分、長島機長以下 A と逆より地上管制にハイジャック発生の緊急通報が発せられた。犯人はコックピットへ侵入した後、横須賀への飛行を指示し、A らは指示に従い南西方向へ変身した。なお、この時に犯人は高度3000フィート、約900メートルに降下しろと要求していたため、機長らは航空管制官に 三千フィートへ降下する旨を報告しから降下に入った。高度900メートルということは、軽飛行機やヘリコプターが飛行しているような低空であり、一歩間違えば空中衝突による第三次に発展していた可能性もある。六十一便は、木更津上空を通過して横須賀方面へ飛行し、犯人は続けて伊豆大島方面への飛行を指示した。 午前11時38分、犯人は副操縦士らをコックピットの外へ追い出して扉を閉め、A と二人でコックピット内に止まった。11時45分には対策本部が設置された。午前11時47分、61便は横須賀東方付近の上空に到達。三浦半島上空を通過して相模湾上空に入る。犯人は一旦、 大島方向に南下するコースを指示した。この時、偶然にも伊豆大島付近を飛行中だった小型機のパイロットと乗客が時期よりはるかに低い高度を飛行中の61便を目撃している。大島付近に到達すると、犯人は目的地を横田基地へと変更して変身する、要指示するとともに、機長に対して自分に操縦を行わせるように要求した。なお、犯人は 震度変更等の指示において、専門用語を用いていた。A は、要求に対して、男をなだめようと試みたが、11時55分、犯人は A を包丁で刺した後、自ら機体を操縦しようと試み、操縦席に座って、実際に操縦行為を始めた。61便は北に変身して、神奈川県上空を降下しながら、北上、横田基地付近で急旋回して、 南下を始めるとともに急降下するなど、迷走飛行を行う。急速に高度を下げたことから、地上接近の警告音が鳴り、危険を感じた、副操縦士と、千歳出発便の乗務のためレッドヘッド、非番で乗り合わせていた機長、B、2006年に定年前退職。それに、乗客からの協力者数名が隙をついて、コックピットに突入。 包丁を抱えた犯人を取り押さえて座席に拘束、現行犯人に対する私人逮捕を執行し、副操縦士と B が機体のコントロールを奪還した。機体を急ぎ上昇させて、高度を確保した。12時3分、副操縦士より犯人を取り押さえた胸と A が死傷されたことを伝える連絡が入る。副操縦士の操縦により61便は、 羽田へ引き返し12時14分に緊急着陸した。男は警察に引き渡されたが、A は乗客として搭乗していた医師により、機内で死亡が確認された。犯人が取り押さえられる寸前には、機体は2分間に500メートル以上も高度を下げ、最も低くなった時には高度200メートルという超低空飛行状態であった。仮に、以降もそのまま降下を続けていれば、 八王子市南部の住宅街に墜落したと推測されており、その場合は乗員乗客だけでなく多数の市民も巻き込んでいたはずであり、1977年のテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故の犠牲者583人、1985年の日本航空123便墜落事故の犠牲者520人を超る史上最悪の航空事故となった可能性が高い。 実験当日、羽田からジャル機で大阪いたみ館を一往復し、袋到着後の61便への乗り継ぎ登場時に、犯人自身が指摘した通り、犯人について手荷物検査をやり過ごして狂気、刃物を機内に持ちむことに成功し、犯行に及んだと推定されている。犯行の際に購入した航空券は有効期限内であれば予約変更が自由である普通。 ノーマル運賃であり、旅行代理店窓口で手配が行われた。凶器を持ち込むために利用した、羽田発痛み業の予約では、当時地下鉄、サリン事件で特別手配中だった、高橋克也と同名の高橋克也の偽名を使用した。羽田発新地と政業には当時、広島東洋カープの当主であった、笹岡真地の名を語った。不審に思った従業員が、 購入時の電話番号に連絡すると、カーアップの球団事務所へ繋がったという。なお、本来は、事件発生前日の7月22日に、北海道へ一人旅に出かけると、親や精神科医に偽って結婚するところを、その前日までに、父親が複数枚の航空券を、母親が凶器などが入ったバッグを、自宅内で発見たことによって、犯人の目論みが狂い。 一日遅れの強行となっている。犯行前日、当初の結航日に、羽田空港のカウンターで61便よりも、出発時間が10分早い羽田発那覇行の ANA083 便に空席があることが分かり、同便の搭乗券も購入したが、乗り継ぎ時の工作に手間取って乗り遅れたため、61便への搭乗となった。これとは別に、AN、a n a 便。 羽田発函館業の航空券も購入し、犯行当日に61便とは別にチェックインを行ったことが反している。逮捕された犯人の男は、フライトシミュレーターのパソコンゲームを趣味とする旅客機マニアであり、ハイジャックにおける操縦中には操縦室内の機器などを専門用語で呼んでいた。事件の1ヶ月前に、羽田空港を現、 1> 第1ターミナルビルの構造図により、制限区域、手荷物検査場のチェックを経た、ゲートラウンジ、出発口、到着ロビー内で、羽田到着便から別の出発便へ乗り換える際の手荷物、所持品検査に関わる警備上の欠陥を発見した。その欠陥は、羽田空港ターミナルで働く職員が使用する階段で、 これを使えば1回到着ロビーから2回制限区域内に手荷物検査を通らずに移動することができた。その階段には鍵がかけられておらず、扉の前に注意書きがあるのみで警備員や防犯カメラは設置されていなかった。実際に熊本行きの搭乗券を購入し、乗客として制限区域内で欠陥点を確認し、それを指摘する文書を当時の運輸省、全日空、 日本空港ビルデンウ、運輸省航空局東京空港事務所、東京空港警察署関係箇所と大手新聞社など6箇所に当てて送付した。関係箇所に対しては合わせて自身を警備員として採用するように求めたが、空港側から1回返答の電話があっただけで、採用は断られて提言も無視された空港警備上の対応。事件発生後の報道によれば、犯人は 東京都出身で、武蔵中学、高等学校を経て、一浪して、一橋大学小学部に入学したという。もともと鉄道マニアで、鉄道研究会に所属するが、学園祭での提案が流れてからは、航空へと興味が傾き、羽田で、航空貨物の二役、グランドハンドリング関係のアルバイトを経験する。1994年、平成6年3月に卒業し、 第一志望の職種、航空会社ではない大手鉄道会社、日本貨物鉄道に総合職で入社した。しかし、広島や大阪での単身不妊生活や、仕事上のミスなど、心身的な不が募り、1996年、平成8年秋に、無断欠勤を起こしそのまま、失踪状態に陥った。その後、都内の実家に戻るが引きこもり生活となる。 1998年、平成10年春頃から、家族の勧めもあって、複数の精神科クリニックを受診し、統合失調症や、心因反応と診断され、抗うつ剤スリーやスナリーが大量に処方されていた。その内容は、プロザック13週間分、パキシル15週間分、エフェクソール2010年時点で、日本未承認のスナリー9週間分、ルボックス2週間分のほか。 ランド線転換約10週間分であった。その後、服薬などの方法で自殺未遂を繰り返したことから、同年秋に家族が警察署に相談し、警察の職権で約2ヶ月間の措置入院、精神保健福祉法29条による入院がなされることとなる。退院後も大量の抗精神病薬の投与を受けていたとされている。犯行の動機について、宙返りや、 ダッチロールをしてみたかった、レインボーブリッジの下をくぐってみたかったなどと述べた上、A が言うことを聞かないので頭に来て刺したと供述した1、A の心に向かって疲れていませんかと問いかけたら、疲れていると答えたため楽にしてあげようと思い刺したと発言するなど言動が尻滅裂だったとされている。東京地方検察庁は精神科運転を実施後、 1999年、平成11年12月20日に、初公判となり、ハイジャック防止法違反、航空機防止等致死と殺人罪、銃刀法違反の罪に問われ、2005年、平成17年3月23日、東京地方裁判所、安井救事裁判長は、犯人に対し、無期懲役の判決を言い渡し、控訴せず一審で確定した、東京地方裁判所、 平成17年3月23日判決、判例タイムズ182号129ページ。判決では、抗うつ罪による、心身交弱は認められたが、刑事責任能力は否定されなかった。精神鑑定は2度行われており、1度目は、アスペルガー障害、2度目は、抗うつ罪による影響と鑑定が出されている。事件発生直後の時点で、マスコミが、 犯人の異常行動あるいは精神科入院、通院歴を把握し、刑事責任能力の是非から、実名報道が各社足並みを揃えて見合わされる事態となった。しかし、産経新聞は、同月27日の長官一面で、重大な犯罪であると断りを閉鎖した上で、犯人、容疑者の実名を記事中に掲載し、同日夕刊には合わせて顔写真の掲載がなされた。当初、 産経新聞のホームページには掲載しなかった。これ以降、タブロイド誌や週刊誌などで早々と実名掲載した上で様々な記事が掲載され、全国誌や通信社配信記事でも刑事後半時には実名掲載が割れるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。